はいと、今回は遊園地に来てます。遊園地のね、占いのね、占いの館がね、もうね、閉店になりそうなので、行くといけない、いけない。じゃメリーゴーランドちょっと乗ってみよう。じゃあ行きましょう。おい、すんなりだな。絶対女の子とメリーゴーランド乗ろうよって言われたら俺断るけどな。メリーゴーランドって意味があると思わない？どういう夢かはわからないけど、まあ楽しい。俺子供の時乗ったかな、メリーゴーランド乗った気がするな。すげえ楽しかった気がするわ。よいしょーっと、やっと落ち着いた。肩貸そうか。うわこれ難しいね。顔色悪いね。飲み物買ってくるよ。丸から酔ってしまったのかい？難しいね。下だろうな。真ん中かな。顔色悪いね。飲み物買ってくるよ。飲み物はいいから少しベンチに座る。一番下だったか。肩貸そうかだったな。でも女の子に肩貸そうかってよりも今日はなかなかおんぶしようかの方がいい気がするけど、ね、途中まででも一緒に帰る。お、これときめきマックスになってるんじゃないか。おい、今日はホワイトデー、サダオくん。あ、ヒカリ。はい、ギリチョコ。嬉しい。フライトをするより。じゃあ、ときめきでは全然マックスじゃないんだな、ヒカリは。よー。あー、出た。もう匠いいよ。もう帰れ。何、チョコもらえなかっただと？マジで、みなずきさん、マジっすか？マジで、お前なんてどうでもいいんだよ、白雪。マジで、もらえなかったの？帰ろう、みなずきさん。あら、あら、いいわよ。まだ有効度以上か。有効度以上でもないんか。マジで、ふざけてる。じゃあどっか行こうよ、デート。ちょっとひどいっすよ。マジでチョコくれなかったの？スケート場行こう。そうね。お、来たー。それでいい。いやー、ときめき度マックスじゃないといろんなとこ行けないしな。とりあえず寝るか。あら。まだときめきマックスになってないな。やばいな、間に合うかな。どこだっけ。あ、違うな、まだ全然 OK か。晴れてよかったね。ちょっと寒い気もする。で、スケート場に来てるんだけど、ねえ、私しばらく休んで。いいよ、せっかく来たんだし一緒に滑れよ。うん、全然構わないよ。寒くないように温かいものでも飲んでて。あ、ありがとう。何赤く染まってんだよ。夕日がまぶしいぜ。お、贈り物忘れるところだったわ。なかったっけ。あ、俺の誕生日。俺誕生日にデートしたんか。最高やん。誕生日にあったのに知らんぷりってわけにいかないでしょ。やったー、本当に嬉しいぞ。やったー、俺誕生日に人から誕生日もらってないけどな。さーって寝るか。あ、ね、寝ればいいわ。サドビ行くか。あら、早かったね。おい、しかしね、今回あれなんだよな、同じクラスになってないんだよな。なんで？めっちゃデート行きようのになんでやろう。好きな場所は何？ところで、水月さんの好きな場所ってどこ？とにかく静かなところね。ああ、タワーがないんだよな、タワーが。ところで、私のこと聞いて何する？いや、別に何もないけど。そう。もちろんさ、行くなんてするもんか。今日はなかなか。おい。じゃあ。これは三角になるよね、強制的に。いいね。あら、その日はダメなの。そう来ないと。おお、来た、こういうのがあるんだ。イエーイ、やったぜ、楽しみだぜ。じゃあデート行くぜ。それじゃ中央公園に行こう。お、来た、危ねえ、びっくりした。お待たせ。遅刻なんてすんなよ、びっくりするから。今日はどうするの？今回の選択肢はどんな感じかね。今の風
とっても遠くから来たみたい。香りが違う。へえ、そんなん分かるんや。え、風なんて吹いてないよ。すごいな。それって犬並みの嗅覚だね。お、いいね。下が一番いいね。海から来た風かな。そうかもね。うわ、かっこいい。ふっ、うえ、バッチリ印象を与えたみたいだ。いいね。大げさに言いたくない。うえ、最高。あ、早くランチでも行きたいね。本当にね、マジでね、本当にもう。水族館に今回は来てまーす。私も仲間かって聞いたわ。うえ、じゃあとりあえず入ろうぜ。サメってどことなくあなたに似てない？そうか。ふてぶてしいところが、凄みがあるところが、堂々としてるところが、うわ難しいなこれ。ふてぶてしいところす、いやーこれはふてぶてしいところ、一番上かな。そんなことを自分で言うなんて。あっちゃー、へっちゃらーやな。今日は少し疲れたわ。では私、一緒に帰りたかったな、畜生。はい、ということで今回は中央公園に来てます。汚くても生きている魚がいるよ。そういうことを言ってるわけじゃないんだよな。住んでると言っても読めないよね。これじゃあ猫に粘りやすいね。うー、これは難しいな。うわ、難しいなこれ。うわ、俺これ絶対全部選ばんし。一枚は絶対バカにしとんよ。うわー、下かな。それは言えてるわね。でも魚もこの大きさなら大丈夫。うえー、丸ー、よかった。今日はとても楽しかった。うえー、じゃあ一緒に帰ろうか。うえー、きた。これ二人三脚いけるぞ。二人三脚一緒にいけるぞ。これセーブする、セーブしよう。そろそろセーブしよう。の前に電話だな。電話してからのセーブだな。よっしゃ、来たよ。これ絶対運動会成功するぞ。はい、ということで今回どこだっけな、どこに来たっけ。あんま覚えてねえな、どこだっけ。あ、今回カラオケに来てんだよな。人気があるの。まあ、カラオケは確か一回来たような気がするんだけど。あら、懐かしの演歌まで。うえー、何でもいいから早く見て。あれ、これだろ完全に。みんお箱、それは。うえー、割といい印象。いいね、来てるね俺。今日はとても楽しい。うえー、また誘うよ。途中まででも。イエーイ、最高だな、完璧だな俺。ちょっといい？お、イベント？あ、稲月さん。教科書貸してくれない？お、いいよ。悪いね、はい。穴埋め。お、穴埋め。いいわよ。私の時も楽しみにしてるから。ひえ、穴が埋められない、入れないよ。いつもお世話になってるから。肩、肩もみ、女の子に触れる。もうええ気持ち悪いな俺。さあ、みなずきさんとデート。あら、えい、いや、しかしなかなかときめきマックスにならんな。ときめきマックスにならんな。この映画館今は沈没船恋物語をやってるんだ。んー、ああどうなんかな。でもこれ、ああ、あれか、マトリックスじゃなくてあれだよ、タイタニックか。うわ、どうしようかな。まあまあだったな。まあそうね。お、来たと言いたいところだけど、あまりに退屈で寝るところだったわ。ええー、今日は少し疲れたわね。お前目悪いんじゃないの。私はふざけんなよマジで。はあ、タイタニック超いいじゃん、マジっすか。はい、というところでちょっとね戻ってきました。さすがにね、あの悪い印象の時はねリセットした方がいいのかなと。まあリセットした理由としてですわね。まあね、ちょっとセーブしたところは近かったけどね、戻ってきました。今の映画つまらなかったね。最悪、最悪だった。何も話すことはないわ。
まあ、こんなもんだろ。今日は中じゃあ途中。完璧完璧。次のさあれだな、映画も見たいな。プライベートライオン6月10日から。ギリギリ。で運動習って大丈夫かなこれ。ちょっと運動しとこう。はい、ということで体育祭2三脚来い。お前かよ。なんでお前なんだよ。お前ミニラッキー。俺とこも。うーわーマジかよ。うぜーし。あぶねー。1位取ったー。なんか途中なんかもう L と R 分からんくなったわ。 L と R が分からんくなったわけじゃないけど、なんか途中でなんかグダグダになったような気がしたけど、それでも1位取ったよ。やったぜ。これは水月さんが、うえーくれたわね。勝利の快感ってところかしら。イエー、来年は一緒にやろうぜ。来たね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。